何かに入れて、何かに入れて、あ、空き瓶、え、なんかおる、え、なにこれ、巨人、首がないけど、足長、細っ、なに気持ち悪い、ねえちょっと、なんか言ってるみたいよ。もしかしてあの鳴き声、何かの曲を伝えようとしてるんじゃないの？え？そういうこと？ボサーっとしてないで、早く楽器出して楽器。こんなメロディーかしら。何の曲なんこれ。はい、右下、A、下、右上。何の曲だ？てか、どこなのこれ。謎の空間なんやけど、なんか。誓いの号令を覚えた。何？誓いの号令。誰との誓い？何？あの巨人が召喚されるってこと？そういうことではなく。よ、ん、で、呼んで？え、やっぱ召喚できるってこと？戦ってくれるん？あれ。めちゃくちゃ強そうやけど、気持ち悪いな。いいやつなんやろうけど。ふんふんふん。てか、誰なの？急に出てきたけど。なんで、何、誰で、どのタイミングで、信頼されたの？この神殿の守護者かなんかってことかな？神殿を取り戻してくれてありがとう、みたいな感じ？うん、わからん。どこから戻ってきたんだ？トレイルの言ってた4人の人たちってもしかしたら、さっきの仮面の中に封じ込められていたもののことを言うのかしら。仮面の中に封じ込められていた？あの巨人のこと？私、ゴロン族とかゾーラ族とかその辺の感じを思っとったんやけど違うんか。それよりあんた結構やるわね。なんか慣れてない？全然。びっくりするぐらい慣れてないけど。その調子で残りの3人も頑張って助けてあげなさいよ。頑張ります。ね、その、何？あんたに今までしたことと馬のことは謝るわ。ほんとよ、私の馬。ごめん。もう名前も忘れてしまったけど、私の中でゼルダに出てくる馬といえばエポナなんやけど、エポナじゃなかったよね、あれ。ちゃんと謝ったからね。根に持たないでよ。じゃあ、急いで猿の居てた姫を助けて、次は山に行くわよ。早くスタルキッドのやつを何とかしなくっちゃ。次は山か。あれが姫か。姫っぽいな。あ、かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいい。デクナッツの姫やけんさ、なんかそんなことないと思っとったけど、なんかめっちゃ可愛いんだが。あなたは誰なの？アユナ様ですか？はじめまして。私はデク国の姫です。あなたは、もしかしたらあのお猿さんに頼まれて、私を助けに来てくれたのですか？めっちゃ花びらかな、あれ。可愛い。そうでしょ。だってあなたの体から、あのお猿さんの匂いがかすかにしますもの。そうですか。あのお猿さん、無事だったのですね。よかった。いや、今まさに殺されそうな感じじゃないかな。助けに行った方がいいよ。事情を説明して。私の帰りが遅いので、心配性のお父様があのお猿さんを誘拐犯と間違え、まさかお仕置きでもしてるんじゃないかと心配してたのですよ。ふふふ。うん、してるよ。
まさか、マジ急になんか現代っ子になった。本当にお父様がそんなことを。お父様ったらまた早がてんして。怒ってる。とにかく時間がありません。アイラ様、急いで私を何かに入れて、デクナッツの城まで運んでもらえないでしょうか。何かに入れて？何かに入れて？あ、空き瓶？ちょっと待って。私は窮屈でも構いません。私を中に入れて運べるようなものを持っていませんか？持っていたら、私の前で使ってみてください。窮屈とかいう問題じゃない気がするけど。え？そんなでかかったっけ、これ。え？そんなにでかかったっけ、これ。うわ、入った。え、怖い。デク姫を瓶に入れた窮屈ソーダが少しの間我慢してもらおう。C で使えば外に出れます。え、怖っ。ちょっと待って。シャア、アイロシャマ、時間がありません。私を勢いでデクナッツ城まで大丈夫大丈夫すんごいぎゅうぎゅう、なんか、口とか、いや、さっきからタコみたいな口やけんな。こっち？いや、違うね。普通にここから出られるんか。あ、出られて出られた。ここは一体どこなんだろうか。こっちなんかな？沼っち。ここは一体。あ、もうちょ、戻ってきてしまった。一旦ここで降りるか。こっちの方向であったんかな。ん、違う気がするな。どこだここは。あっちか。こっちかな。あ、こっちだわ、こっちだわ。デクナッツの城。ふぅ。長くなりそうかな。まあいいや。通して通して。ここはデクナッツ王国のお城だっぴ。用のないやつは通さないっぴ。でも今は特別に国王の怒りを買ったバカな猿を晒し者にしているから、見ていってもいいっぴ。ここをまっすぐ行くと国王の間だっぴ。それ以外のところには絶対に入るんじゃないっぴ。はい、通ります。猿はなんてことひょ。あゆのひゃま、早くお父ひゃまの前で私を瓶から出してくだひゃい。まだ捕まったまんまだね、普通に。どうも。悲しいことですが、もう国王様を止める者はどこにもおりません。城の周りはすっかり毒沼になってしまったし、あ、もともと違ったんや。このままで行くと、デク国は滅んでしまうでしょう。王神よ、我らをお救いください。え、王の怒りで毒沼になったの？はい。出た出た。おお、姫、姫ではないか。無事だったのか、心配したぞ。父様のバカ。めちゃくちゃ。あれ、髪の毛かな？かわいい、後ろ。何をしているんです？早くお猿さんを下ろしてあげなさい。なんかすごい丸くってさ、タコみたいに見えるよね。お猿さん、本当にごめんなさい。父は私のことを心配するあまりこんなことを。わかっているよ、姫さん。そんなことより神殿は元通りになったのかい？ええ、ここにいらっしゃるアイナ様のおかげで本当にありがとうございました。いえいえ。そうか、お前アユナっていうのか。名前も知らなかったんだな。
オイラとの約束守ってくれてありがとな。恩に着るぜ。いえいえ、お礼と言ってはなんですが、 G があなたのためにちょっとしたものを用意しました。受け取ってください。場所はデクナッチョから出て右に行かれた祠の中です。直接渡せよ。わしの早がてんは悪い癖じゃ。今度という今度は思い知らされたよ。旅のものよ、何もできないがゆっくりしていってくれ。でもこれ思うんやけどさ、時間が戻るわけやん、初日にさ。これ私自身はアイテムとか持っとるかもしれんけど、お姫様はまた誘拐されとんよね。その辺はなんか別に大丈夫な感じ。 G はアイラ様がよほど気に入ったのでしょう。デクナッツ城から出て右に行かれた祠の中で待っているそうですよ。あなたのしてくれたことは一生忘れません。でももうあの窮屈な美の中はごめんですけどね。そりゃそうやろうね、どういう状態で入っとったのか気になるわ。てか G が直接祠に行っとんか。じゃあ持ってこいよ。お城を出て右側ね。お城を出て右側、あっちってことか。何？最後の朝あと24時間。ねえ、勝手に私を橋の上に戻さないでくれるかな。せっかくここまで進んどったのに。いいよ別に、ハスの葉っぱの上で朝を迎えても。ねえどこ？ああれか、ここら。あっぽいねぽいね、なんかあるね入り口。デクナッツの祠。どうも。かわいいね、そのろうそく。アイラ様、この度は姫様のこと、本当にありがとうございました。いえいえ。お礼と言ってはなんですが、あなた様のお役に立つ品を用意させていただきましたので、私の後についていらしてください。何それ、傘？どうぞこちらへ。なんか飛んでった飛んでった。何それ、面白い。よく壁にぶつからんね。すごいね。こっち見ながら飛んでいく姿めっちゃシュールやけど。え？どこ行った？何？怖い。え？敵がいるの？え？ねえねえ、敵がいるの？え？ジーヤ、ちゃんと言ってくれてる？この人は敵じゃないよっていうの。めっちゃシュールなんやけど。すごい不気味なんだけど。他を見る余裕はないね、なんか。さっきからすごい不気味な音が聞こえるんですけど。ねえ、落ちたよ。最初っからこれはあれかい？人間の姿で行った方がいいってことかな。まあ大丈夫な奴らなんかな？奴ら。奴なんかなって感じかな。うん、これは人間体じゃないといけねえわ。どうせここも閉まるんやろ？あ、暗くなった暗くなった。とりあえず様子を見よるって感じやね。あ、待って。閉まるー。怖い、マジで渡す気ない。ちょっと待って、マジで渡す気ないやろ。おい。無理、全然追いかけれない。
どこだよ。で、ここ行って、そこだ。よし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 、ちゃんと通れた。そろそろ？ねえ、そろそろかな？ちょっと罠だらけなんですけど。おいー、待って、死ぬ。ねえ、ちょっとお礼がもらえずに死ぬよ。とりあえずハートをください、ハートを。へえ。何？どこなの？こっち？合ってる？何？どこ？え？どこ？え？こっち？え？どこ？なんか体力なくなったんですけど。待って。どういうこと？待って。こっちか。なるほど。え、さっきこの道あった？え？これ、あれだよね。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。あ、間違えた。ちょっと混乱しすぎて間違えた。ちょ、待って。はい。閉まるー。あぶねー。で、G どこ行った？こっち？合ってる？この火のある方が正解でいい？あー、着いた！やっと着いたよ。あー、早くくれ、俺。さすがアイラ様。では、約束の品でございます。どうぞ、お納めください。何これ、ブーさんのお面を手に入れた。匂いを嗅ぎ分ける力が鋭くなるお面だ。C で被れば嗅覚が刺激される。くんくん。実はあなた様を見ていると、昔家を飛び出した息子を思い出しまして、何やら息子と競争しているような、そんな気持ちになり、年がいもなく力を入れてしまいました。入れなくていい。普通に案内してくれ。ちゃんと見える位置にいてくれ。普通ああいう場合ってね、相手の姿見えんなったらまたん？失礼をお許しください。お帰りはそちらの光の中からでございます。アイナ様、またお会いできる日を楽しみにしております。お気をつけて。てか、せめてさ、扉が閉まらんようにしてほしいよね。進めんってもうありえんやん、絶対。よし、帰るか。ふぅ。しかも途中弓矢が必要なとこもあるしさ。ありえない。ふぅ。あ、そういうことか。そういうことか。上乗れんかった。デクナッツの姿じゃないと乗れんのやね。でもまあ、泳いだ方が早い気がする。ジャンプしていくより泳いだ方が早い気がする。あー、やっと戻ってきたー。てか、やっとお礼がもらえたー。ふぅ。よっ。
ほいということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことでもう最終日になったね。これさあ、またやっぱ時間戻して最初からやっていくわけやけど、まあ、私の持ち物は残っとるわけやん。事件は解決せんのよね。そんな感じでいいんだろうか。まあ、そうするしかないんか。次回は山って言ったっけ。うん、頑張ってこう。あれかな、ゴロン山かなんかか。